戦争の出口戦略で決断迫られるプーチン大統領。開始から5ヶ月が過ぎたウクライナ侵攻、東部制圧作戦を展開しているロシア軍の攻勢にペースダウンの兆候が見え始めている。同時にアメリカやヨーロッパから高性能兵器の供与が本格化する中、ウクライナ軍が南部で反攻に向けた動きを見せ始めるなど、膠着していた戦況に変化の兆しが出ている。このような状況でクレムリン内部では侵攻の出口戦略をめぐり2つの高官グループ間で意見対立が起きているとの観測が強まっている。両グループからの進言を受けてプーチン氏がどのような決断を行うのか、これが今後の戦争の行方を大きく左右することになりそうだ。一方で侵攻が膠着状態のまま長期戦に陥ることを避けるため、ウクライナが一定の軍事的勝利を収められるよう米欧がより踏み込んだ大規模軍事支援を行う新戦略に舵を切ったことも分かった。早期終結派と戦線拡大派の対立。クレムリン内の2つの高官グループは大まかに戦争の早期終結派と戦線拡大派に分類できる。前者の主張はこのようなものだ。現在ロシア軍は掌握済みの東部ルガンスク州に加えて隣のドネツク州の攻略を急いでいるが、両州を合わせたいわゆるドンバス地方全体を制圧することをもって作戦を終了して戦勝を宣言する。さらにすでにほとんどを占領した南部ヘルソン州の一部から撤退してウクライナ側に一定の善意を示すというものだ。この善意とは侵攻終結後のウクライナとの和平交渉を円滑に進めるための歩み寄りのメッセージを意図したものとみられる。後者の戦線拡大派はドンバス地方制圧後も侵攻を継続し、ヘルソンはもちろんオデーサ、ザポリージャなどの南部各州や東部ハルキウ州、さらにウクライナの隣国モルドバの占領を目指すというものだ。前者を主張しているのは国防省や治安機関の大部分で、一部の政府高官や侵攻財閥も同様の立場という。後者を主張しているのが政権のナンバー2であるパトルシェフ安保会議書記と、オリガルヒ侵攻財閥の中でもプーチン氏に一番近いと言われるウスマノフ氏という最側近の2人。大統領への影響力という点では明らかに後者の方が前者を圧倒している。パトルシェフ氏が戦線拡大を主張する背景にはプーチン大統領の後継レースへの思惑も関係していると言われる。息子で農業省のドミトリー氏を次期大統領の座に据えたい父親とすれば、侵攻前にすでに多くを支配していたドンバス地方の全面制圧だけでは物足りない。ドンバスから制圧地域を大幅に広げるという軍事的大勝利でプーチン政権を盤石にし、息子への後継の流れを固めたいとの狙いがあるとみられている。一方で軍部が早期終結案を支持するのは当然と言える。キーウに進軍すれば住民が花束を持って迎え、数日間で首都を制圧できるとのロシア連邦保安局 FSB の事前説明を信じて2022年2月24日に侵攻したロシア軍はウクライナ軍の頑強な抵抗に遭い敗退。 FSB とともに軍の権威は一気に崩れた。プーチン氏の友人でもあるショイグ国防相は今のところ地位を保っているものの、制服組トップのゲラシモフ参謀総長は今や公式の場に姿を見せないままで、地位を保っているかどうかも不明だ。プーチン大統領の後継レースへの思惑も関係していると言われる。息子で農業省のドミトリー氏を次期大統領の座に据えたい父親とすれば、侵攻前にすでに多くを支配していたドンバス地方の全面制圧だけでは物足りない。ドンバスから制圧地域を大幅に広げるという軍事的大勝利でプーチン政権を盤石にし、息子への後継の流れを固めたい
との狙いがあると見られている。一方で軍部が早期終結案を支持するのは当然と言える。キーウに進軍すれば住民が花束を持って迎え、数日間で首都を制圧できるとのロシア連邦保安局 FSB の事前説明を信じて、2022年2月24日に侵攻したロシア軍はウクライナ軍の頑強な抵抗に遭い敗退。 FSB とともに軍の権威は一気に崩れた。プーチン氏の友人でもあるショイグ国防相は今のところ地位を保っているものの、制服組トップのゲラシモフ参謀総長は今や公式の場に姿を見せないままで、地位を保っているかどうかも不明だ。おまけに部隊の士気低下や兵員確保にも苦労しており、ロシア軍は疲弊しきっている。早期に戦勝を宣言して軍の立て直しを図りたいと望んでいるのだろう。何をもって勝利とするのか。しかしそもそも開始から5ヶ月も経過しているのに、何をもって勝利とするのかが決まっていない事態はロシア国内から批判を招いている。プーチン氏が初当選した2000年の大統領選で選挙戦略を練り、プーチンを作った男と呼ばれる政治アナリストパブロフスキー氏は、戦争の目的を明確にしたいプーチン氏に非があると指摘する。侵攻開始時にはウクライナ全体の非軍事化と非ナチ化を掲げたプーチン氏だが、全土制圧から東部ドンバス地方制圧に作戦を切り替えた際は、ドンバスの住民保護に大義名分を切り替えた。パブロフスキー氏は、政府幹部や軍部は今一体何の目的で戦っているのか理解できていない。今私が懸念しているのは、この戦争をどうやって終わらせるのか、出口をどうやって見つけるのかについてクレムリンから何も聞こえてこないことだ。プーチン氏がクレムリン内部で明確に話せば漏れてくるはずだが、まだ漏れてこないと批判する。早期終結派と戦線拡大派のいずれの意見を選択するのか。本稿執筆段階でプーチン氏が決断をしたとの確定的情報はない。もともとプーチン氏は侵攻時、ウクライナ全体の制圧だけでなく、旧ソ連加盟国であるモルドバなどの占領を含め大規模な長期戦を想定していたと言われる。しかしこうしたプーチン氏の常軌を逸した願望と、今回脆弱性が露呈した人材のロシア軍の実力との乖離はますます大きくなっている。出口戦略をめぐり軍部から早期終結論が出た背景にこの乖離があるのは間違いない。一方、戦線拡大論をめぐってもプーチン氏には懸念材料がある。南部諸州で占領地域を拡大した場合、大きな政治的成果とはなるが、他方でその占領体制の維持は容易でないからだ。2014年のクリミア併合時にロシア軍が親ロ派共和国を樹立し実効支配したドンバス地方と異なって、南部諸州を新たに制圧しても軍事的に防衛するのは簡単ではない。様々な占領コストもかかる。